現役ドラフトでソフトバンクから日本ハムへの移籍が決まった水谷俊外野手22が8日福岡市の PayPay ペペドームを訪れ心境を語った福岡で活躍したかった気持ちはあるので少し残念と語った上で一野球選手として評価していただいてチャンスをいただいたことはプラスに捉えていると前を向いた球団から連絡を受けたときは自宅にいた 今日が現役ドラフトの日ということは分かっていたので、動揺はなかった。その上で、実感はそこまで湧いていない。メディアとかの情報を目で見て、ようやく湧いてくるのかな、と語った。日本ハムの印象について、年代が近い選手が主力として出ていて、いい選手が多いのかなっていうイメージがある。北海道なので一番寒いかな、と笑った。 新庄監督とは直接お会いしたことがないので実際どんな方なのかはわからないと前置きをした上でテレビとかで見る感じではもうすごく明るい方なのかなと想像を膨らませた5年目まで一軍出場はなかったが今季はウエスタンリーグでキャリアハイとなる83試合に出場4本塁打打率2割5分9厘を残した 特に8月以降、ノーステップ打法にしてから打撃が好調で、国母監督も評価していた、国母さんと2軍で2年間やらせていただいて、1軍で国母さんの野球をやってみたい、来季が楽しみだという気持ちがあった、と残念な気持ちを取ろ。来季は対戦することになるが、プレーで恩返しできたら、とうなずいた。 昨年の現役ドラフトで移籍した大竹、阪神や細川、中日のような活躍が期待される2人のようなブレイクが理想ではあるけどまずはスタートラインに立ってそこから波に乗っていけたらいいと新天地での躍進を誓った私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです 2軍や3軍の試合で見たことがある選手ですが、ガタイもよくて雰囲気はあるけど、全く結果を出せてませんでした。そして打てそうな感じもなかったので、戦力外もありうると思ってました。若いので環境が変われば、変わる可能性はあると思います。頑張ってほしいです。このままホークスにいても確実に第2のリチャード確定でしたからね。 ポテンシャルだけで野球やってるから打てないけと日ハムに行き環境変わっても伸びなければ来年の今頃には戦力外もあると思うようにして気持ち入れ替えてやらないと日ハムでも活躍は遠いと思うとにかく万波選手や清宮選手みたいにお手本が多いから頑張ってほしいファイターズのユニフォーム似合いそうな感じ 結果的に戦力外にはなったけど、今年獲得した松岡投手は2軍ですが、かなりのチャンスをもらえてたと思う。監督の考えでもあるが、だめだからとチャンスを与えないチームではないので、本人次第ですが大チャンス。ハムに行く選手は基本的にチャンスです。身体能力が高いけれど、ハーフの選手は方向性が難しい。オリックス宗は HR 狙いはしなくなった。 けど筋力があるから狙ったら飛距離あるし普通にスタンド入るだけどしなやかに動くために重い筋肉はつけてない万波はパワーを残しつつ多少は早く動けるように筋肉を落とさないように維持してる水谷は筋肉付けすぎじゃないかなと見た目的に少し落としてシャープに動けるんならもっとやれる気がする勝手なイメージですが 新庄監督が好きそうな選手ですね身体能力は抜群なので自分の舌で野球脳を鍛えられれば化けるとか間違いなくチャンスなわけですから一ひふた皮むけて対戦相手として会えるのを楽しみにしてますおそらく今回人気があっただろう実績組に比べれば1軍未経験の水谷についてはこれ以上のマイナスはない すぐに戦力になれなくても多少は長い目で見てもらえるかもしれない身体能力の高さや一芸に秀でた選手に魅力を感じる新庄監督のもとでは意外と早く出てくるかもしれない同じタイプで結果を出した万波からいろいろ吸収して破壊力抜群のクリーンナップを作っていってほしい ソフトバンクからは去年の大竹のケースがあるので期待できるまあ大竹ほど実績ある選手ではないからどうなるかは来年やね新庄さん頼みますよ身体能力は高そうだが日ハムの外野は空きが一つしかなくポジション争いが苛烈だ万波と松本は確定なので生半可なことじゃポジションは奪えない ある意味戦力外されたと思って躍進に期待したいね。